プログラマブルカウンタとは電子回路の一つで任意の回数の入力信号変化を係数することができるカウンタプログラマブルカウンタは通常二つのレジスタから構成される。一つは入力パルスがあるたびに一ずつ増加する回路を持つもので、もう一つは前者をクリアする値を保持しておくものである。CPU がこれらのレジスタの値を読み書きできるように、 なっていることが多い。また、これらのレジスタの値を比較して一致した場合にカウント値をゼロクリアする信号を生成する回路も持っている。このクリア信号は大抵外部に取り出せるようになっており、CPU に対して割り込みをかける用途に用いられたり、他のカウンタ回路の入力に用いられたりする。カウンタをクリアするカウント値として N を設定した場合、 クリア信号は入力 N パルスごとに発生することとなる。つまり、入力に定期的に繰り返すパルス信号を与えた場合には、その周波数を1、N にしたパルス信号を出力する。この観点から、プログラマブルカウンターは1、N 分周期と呼ばれることがある。また、この場合の設定値 N を分周比と呼ぶ。例えばシリアル通信における、 通信速度を様々に変化させたい場合、分周比を CPU から自由に変えることができるプログラマブルカウンタが必要になる。プログラマブルカウンタには入力パルスをカウントする回路の前段に別のカウンタが併設されていることが多い。この前段のカウンタはプリスケーラと呼ばれる。プリスケーラは回路の簡素化のために2、4、 16などにのべき上の回数をカウントすることに出力パルスが出るものであることが多い。CPU から設定する値がカウンターをゼロクリアする値ではなく、カウンターがオーバーフローした時にリセットする初期値であるように設計されたプログラマブルカウンターも多い。この場合、設定するのは分周比そのものではなく、 カウンタが係数することのできる最大値 n プラス1を設定することにより1、n 分周期となる。例えば、カウンタ部が8ビットで構成されていた場合、イコール246を設定すると、入力周波数を1、10にする分周期になる。プログラマブルカウンタをそのような機構にすると、回路が若干簡単になる。かつては、 プログラマブルカウンターはそれだけで一つの IC として用いられていたが、近年は CPU の付属周辺回路として CPU ジップの中に入ってしまっていたり、CPU の周辺処理を一手に引き受けるジップセット、LSI の中の位置回路として組み込まれていることの方が多い。組み込み機器向けに設計された CPU の場合、プログラマブルカウンターに 様々な付加機能を与える回路がついていることが多い。例えば、カウンタをクリアする値の他に、出力値をオフから ON に切り替えるカウンタ値をセットできるレジスタを持っている場合、2つのレジスタの設定をうまく調整すると、ON である時間とオフである時間を独立に調整し、デューティ比を自在に設定した出力波形を作ることができる。このようなパルス幅を制御する技術は、 PWM と呼ばれ、発光体の明るさの調整や音の音色の調整など、様々な用途で用いられている。また、カウントアップのための入力信号とは別の入力信号と連動し、信号が ON である間だけカウントを行い、信号が途切れた時に、カウント値を別のレジスタに転送するという機能を持つものもある。この場合、信号が ON であった時間を精密に、 測定することができる。さらに、カウント値をデジタルアナログ変換する回路と、その出力電圧と外部入力電圧を比較して一致しているかどうかを検出する回路をつけることにより、簡易型のアナログデジタル変換器を構成することができる。このように構成したアナログデジタル変換器は、変換時間が長くかかるという欠点を持つものの、 ごく簡単な回路で作成することができ、IC 上への集積も容易であるため、多く用いられている。これらのように多機能化したプログラマブルカウンターは ICU や ITU などと呼ばれることがある。ありがとうございます。